私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐に宮和也が送った一通のメールに桜井翔も驚愕。今日はいい天気だね。11月6日に放送された1億3000万人の翔チャンネル、日本テレビ系では、デビュー直前のなにわ男子がゲストとして登場。なにわ男子7人それぞれの重要なエピソードを紹介するなにわ男子のグループチャートなどでは、数々の貴重なエピソードが明らかになりました。なにわ男子の名付け親は誰？11月12日にデビューを控えたなにわ男子。オープニングでは、桜井翔さんがなにわ男子っていう名付け親は？と質問すると、なにわ男子からはジャニーさんですという回答が返ってきました。メンバーの長尾ゆずる森さんは普通だったらジャニーさんから直接言われること多いと思うんですけど、僕たちは一斉メールでグループが結成されたことを知って、と告白。大西流星さんははじめなにわ男子とか書いてあるから迷惑メールかと思って、と話し、スタジオには笑いが起こりました。ファンからは、ネット上で一斉メールの話一生話せるような W 長尾ちゃんが一斉メールのこと話したん始めてちゃう。リチエのなにわ男子結成のメールを迷惑メールかと思った話で小一時間笑えるなどといった反応が上がっていました。二宮和也が送った一通のメールに桜井翔も驚愕。今日はいい天気だね。なにわ男子7人の素顔に迫る企画なにわ男子のグループチャート。センターは西畑大吾さんのターンでは二宮和也に心を奪われた男という紹介がありました。西畑さんは二宮さんが出演していた山田太郎物語、TBSK、と流星の絆、TBSK、を見たことがきっかけとなり、二宮さんに憧れて芸能界に入ったことを告白。さらに、なにわ男子のデビュー発表日に二宮さんから今日はいい天気だねこういう日は覚えておくといいよとメールが来たことを明らかにしました。西畑さんはめちゃくちゃかっこよくないですか。直接的にデビューおめでとうっていうのを言っていただいたわけじゃないんですよと話すと、桜井さんも今日はいい天気だねがもう夏目漱石とコメントし、笑いを誘いました。ネット上ではさすが二の矢なぁ、こんな言葉を後輩に送るなんてかっこいい西畑くんに送った二ののメール死ぬほどかっこいいな西畑くんはずっと二宮和也大好き人間でいてほしい。西畑くん、今日も二のとのエピソード話してくれてありがとう。といった声が続出していました。道江俊タスク、岡田准一から出直して来いと言われていた。そして、メンバーの道江俊タスクさんは自慢の特技を先輩に潰されると紹介。小学校1年、6年まで合気道を習っていた道江さん。V6 のコンサートを見学した際、ステージ上に上げてもらい特技は合気道ですと話したことがあるそうです。すると、岡田さんからお、ならかかってこいと言われ、実際に道江さんが岡田さんに挑んだそうですが、一瞬で逆手を取られてしまったと言います。そこで、岡田さんから出直してこいと言われたという道江さん。スタジオで笑い声が響く中、桜井さんも、岡田さんは、師範なんだよとコメント。また、道江さんは、その事件以降、特技に合気道と書くのはやめたそうです。ネット上では岡田くんさすがすぎるんよ顔文字笑い岡田くんの前で合気道はまず勝ったな、わら、特技潰されるのかわいすぎんか W といった声が上がっていました。デビュー前にもかかわらず、すでに各方面から引っ張りだことなっているなにわ男子。これからの活躍がますます楽しみになったファンも多かったのではないでしょうか。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。